1秒切ったわけでございますか。さあ大変なエネルギーを待ちにゲットして応援のサービスを出してマジでバトル級です。チームとともに投資の上の筑波高校生、そしてエンタルを動かすワンちゃん、そしてダンスリングのパッションとともに盛り上げていきたいと思います。さあ前半の終了、9連戦が今日からスタートですけどもね、そのうちベンチダンスは6試合あります。大事な今日の初戦、その時が勝利するためにもサポーターの皆さん、みんなで声援を選手たちに届けていきましょう。今日も心を一つに応援頑張ろうぜ。そして来年スタートのみんな、今日も応援をよろしくね。よろしく。さて今日から横浜イルミネーションスタジアムの参加戦です。ベイスターズファンの皆さん、ようこそ神宮球場に来ていただきました。ありがとうございます。今ビジョンにもね、映ってますけども、4月以来久々ですね、共に気持ちいい声を送って試合を盛り上げていただきます。ベイスターズファンの皆さん、どうぞよろしくお願いします。さて、この後はね、いつも通り春から球場に来てくれたスワローズファンにお番号なので、Tシャツのプレゼントバズる方もありますから、皆さん徐々にボルテージをね、試合開始に向けて上げていきましょう。今日も応援頑張りましょうね。それではお待たせいたしました、両チームのスターティングラインの発表です。大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりセントラルリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ第8回戦の予定スターティングラインナップ並びにアンパイアをお知らせいたします。先攻のベイスターズ、1番セカンド石川、1番セカンド石川、背番号7、2番センター荒波、中村のリフの3番中村のリフの背番号99、4番のレフのラミレス、4番のレフのラミレス、背番号3、5番のライト筒香、背番号24、6番ファーストルイーズ、6番ファーストルイーズ、背番号56、7番ショート梶谷、背番号63、8番キャッチャー鶴岡和成、8番キャッチャー鶴岡、背番号19、9番ピッチャー藤井、9番ピッチャー藤井、背番号00、見えるところに移動した。そのサーブの参加をしました。これが東京のスターティングラインの発表です。さあ、そのサーブみんなの準備を行こう。OK, let's go! 東京ヤクルトスワローズスターティングラインナップ、1番センタースラスティックスビレッジ、背番号85、2番セカンド田中宏之、背番号7、じゃあそこの3つのところでもいい、
おお、ジャンプ。宮城、宮城が。まだ台座で終わってなかったね。ぶっつけたらしい。Thank you.